ロカティ作曲、ダビット編曲、室内スナッターオーパス2、ナンバー6、ボタン城、全楽章。ロカティはアマチュアで演奏した曲ですが、その作品を見てみると、どれも素晴らしい曲ばかりで、ダビットが優れた高度な技術を習得させるために作った、自身の編曲集に取り入れたのも納得できます。伴奏は、針野美希先生です。